低下カズラは、強竹東家低下カズラ族の鶴瓶常緑低木、有毒植物である。和名は、色紙内心能を愛した藤原定下が、死後も彼女を忘れられず、ついに低下クズに生まれ変わって、彼女の墓に絡みついたという伝説に基づく。茎からは気根を出して、他のものに固着する。茎の表面には、多数の気根が出た跡が残るので、樹皮には、 多数の突起がある。大きくなると枝先は高木層の樹幹に達し、幹は直径数センチメートルに達する。成り木になると樹皮から離れて枝を空中に伸ばし、葉は大きく黄緑色になる。葉は長さ1センチメートルから数センチメートルあり、質感は様々で、一般に葉木の方が川状で光沢がある。特に葉木の間は地上を這い回り。 地面に葉を並べる。この時の葉は新緑色で葉脈に沿って白い斑紋が入ることが多い。茎や葉を切ると白い乳液が出る。6月頃に花を咲かせる。花は棒状の果樹が垂れ下がったところにつく。花弁の基部は筒状で先端は五列して広がる。それぞれの列片は先端が断ち切られて丸まったような三角形でそれぞれにわずかにねじれ全体として プロペラ状になる。花ははじめ白く、次第に炭鉱色になり、ジャスミンに似た方向がある。果実は細長い袋下で、ニコがタイになってぶら下がり、熟すると縦に裂け目を生じて、種子を散布する。種子には、とても長く白い綿毛があり、風で飛ぶ。朝鮮半島、日本の温暖な場所に分布する。観賞用に栽培もされる。栽培品種に、 初雪かずら、五色かずらなどがある。古典に、まさきのか、ずら、まさきずらとあるのも、本種のことと言われる。宮間にはあられ降るらしいと山なるまさきのかずら、色づきに蹴り、神遊びの歌、古今週巻き、第20.1077番川が手をば妹に、まかしめ新英屑で抱き急張り、火薬、火用、軽体器この植物は、特に木に生え登った時の様子が、 シキニ科のツル植物であるツルマサキとその姿が非常によく似ており区別が難しい場合がある。ただし、この植物の茎が灰色なのに対してツルマサキは茎が緑色であることで区別できる。また、凶畜等と同じ線王色のアブラムシであるキョウチクトウアブラムシが寄生するのでこの寄生が見られる場合には植物学の知識に乏しくても識別は容易である。 他に、坂木カズラ等もよく似ている。ありがとうございます。